から入っていっていただいて、だんだん、あ、これ楽しいなと思ったら中に入っていただくとですね、非常にいいかなと思いますので、はい、じゃあ結構こうメインとバックスタンドから徐々にこうゴール裏に近寄っていく感じで、そうそれがね一番いいかなと思いますね。なるほどね、はい、じゃあ、 今日初めてもしねトリギンバードスタジアムにお越しになろうかなという方はぜひバックスタンドがメインからまずゴール裏の皆さんの応援を見ながらちょっと勉強していただいて、そうです ねそこから一緒に声を出していただくと、そうですね、いう感じが一番ですね、うん、分かりました、はい、さあ、あともう1時間15分後に、はい、試合が始まるわけなんですけども、楽しみですね、参加戦ということで、うん、ホームゲームですから ね、うん、そうですね、はい、これからワッショイさんとセンさんどんどん声を出してもらう感じに、はい、なるわけなんですけど、ここでじゃあ外野でイレブンに向かって、はいはい、一言応援メッセージを代表してお願いしたいと思います。じゃあね、今日はまあ、これまでねゴールをガンガン決めてもらってですね、いい試合をね、見せてほしいなと思います。はい、センさんも、はい、新加入なんで何ももう怖いものはないんで、チャレンジャー精神でどんどん行きましょう。そうですよね、はい、はい、ということでじゃあお二人、はい、この後ゴール裏の方で、はい、はい、応援をよろしくお願いしたいと思います。見かけた方はぜひ声をかけていただいてですね、そうそう、はい、あとこのコール集、これすごい便利ですので、はい、この後配りながらゴール裏まで帰ります。わかりました。じゃあぜひ皆さんにはこちらの方をご覧になっていただきながら応援に参加していただきたいと思います、はい、もう選手一人一人のやつまで全部書いてありますからね。はい、はい、ということで、はい、じゃあ応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ラディオバードスペシャルプログラム、スペシャルプログラム、ガイナレイ・トトリ、ホームゲームラディオ、ホームゲームラディオ。